皆さん、こんにちは。昨年から日本の老舗芸能事務所であるジャニーズ事務所が揺れています。主要メンバーの退所やグループの解散報道など、ゴシップ好きの人にとってみれば面白いのでしょうが、ファンにとってみれば不安定な状況が続いています。そんな中、海外の報道局までジャニーズ事務所の問題に参入してきました。しかも問題が今まで以上にハレーションを起こしそうな問題です。イギリス BBC が報じるのは、ジャニー喜多川さんの性的虐待についてだとされています。2023年3月7日にイギリスの公共放送局 BBC がジャニーさんことジャニー喜多川さんが生前にやっていたとされる性的虐待について報じました。そもそも日本ではジャニー喜多川さんの性的虐待については以前から噂みたいなものとして存在していたのは事実です。しかし本当かどうかもわからないし、マスメディアが大々的に報じたことはありませんでした。なぜイギリスの BBC がという疑問は残ります。とはいえ、ジャニー喜多川さんがゲイであることや性的虐待をしていたことに関しては今まで証拠も証言もなかったので、あくまでも噂の息は出ませんでした。ところが2022年11月に暴露系 YouTuber の東谷義和さんことガーシーとの生配信に出演した元ジャニーズジュニアのカウアン・オカモトさんがある証言をしたことで噂が噂でなくなるのではないかと見られているのです。ジャニー喜多川氏が正真正銘のゲイであることや性的虐待の真実について暴露したのです。重要な部分だけ抜粋すると、所属タレント主にジュニアがジャニー喜多川さんの家に頻繁に出入りしていたそうです。カウアン・オカモトさんは今でもジャニー喜多川さん宅の鍵を持っており、その家はとても広くて一度に平均で20人くらいのジュニアが来ていたそうです。通称松本潤部屋、佐藤勝利部屋と呼ばれている部屋があり、そこに入れたらすごいという場所があるそうです。そして具体的にどのような被害を受けたのかというと、次のようなものだったそうです。ある時ベッドで寝ていたらジャニー喜多川さんが布団に入ってきて、太もものマッサージをされ、股間を触られ、最後は加えられたというものです。同じくしてキンプリの平野翔さんも性的虐待をされており、カウアン・オカモトさんと2人でされたこともあるのだそうです。あまり公にならなかったのは、みんなジャニー喜多川さんに感謝はしていたからだと言います。今回の暴露でカウアン・オカモトさん自身も性的虐待を受けた実体験があるし、平野翔さんと2人で性的虐待を受けたこともあるという生々しい実態が明らかになりました。実は週刊文春も20年前まではジャニー喜多川さんの性的虐待について報じていましたが、裁判で負けてからはそのことについて大々的に書けなくなってしまったのだそうです。これは週刊文春が1999年10月から長期間報じたもので、芸能界で多大な影響力を持つジャニー喜多川さんがスカウトした未成年男子に対して優越的立場を利用し、性器をもてあそんだり肛門性交したりするなどの虐待をしていたという内容でした。同氏の少年愛は以前から噂にはなっていたもののタブーとされていたと報じています。さて、ここまでで大まかな概要を把握した上で、冒頭の疑問に戻りたいと思います。イギリスの公共放送局BBC が2023年3月7日にジャニー喜多川さんによる性的虐待についてのドキュメンタリー番組を放送するのだとしています。日本でも触れられていないのに、イギリスのテレビ局がなぜという疑問がシンプルに浮かび上がります。5年前にハリウッドの大物監督による女優へのセクハラ被害が次々に告発され、世界的な問題になっていたことは記憶に新しいでしょう。そこからMeToo というハッシュタグをつけて、性的被害に遭った女性がその事実をカミングアウトする流れがあり、その流れの中でイギリスの放送局が目をつけたのが、ジャニー喜多川さんによる所属タレントへの性的虐待問題でした。実は2022年12月頃から BBC が日本のメディアに取材を行っており、どうして少年たちはジャニー喜多川さんの性的虐待を受け入れてしまうのか、どうして日本のメディアは大々的にそのことを報じないのか、そういった部分について切り込んでいたようです。これらの内容については2023年3月7日にイギリス BBC で放送される予定です。そんな中、
嵐の松本潤さんも性被害を受けていたことが濃厚だと言われています。カウアン・オカモトさんの暴露の中で松本潤部屋なるものが存在していたと発言しました。若手のジャニーズ事務所のタレントでスペオキに入れた男の子たちがジャニー北川さんに性被害を受ける部屋のことを指します。カウアン・オカモトさんはその内実を克明に証言しています。ジャニー北川さんの部屋とその部屋以外にもベッドルームみたいなものがあると言います。ジャニー北川さんの部屋の中にはベッドが2つあり、1つはジャニー北川さんのベッド、その隣にスーパーお気に入りのベッドがあると言います。これは普通に有名な話だと述べています。代々受け継がれている部屋だとしています。ファンにとってまたはファン以外でもこの事実に驚きを覚えるのではないでしょうか。そういった詳細が BBC で放送されるとあって、今後日本の芸能界がどのように反応するのか注視したいところです。報道するのか、それとも蓋をするのか、明らかにした方がいいのか、それとも明らかにせず今まで通りを貫くのか、果たしてどちらの選択をするのでしょうか。さて、性的被害を受けていたとされている松本潤さんの現在についてここからは見ていきましょう。嵐、二宮和也さんがパーソナリティを務めるラジオ番組ベーストームでメンバーの松本潤さんを出演拒否にしていたことが波紋を広げています。二宮和也さんは YouTube 公式チャンネルジャニのチャンネルを立ち上げていますが、同番組では松本潤さんがブログで出演オファーを待っていたが来なかったと語っていたことをリスナーが報告していました。二宮和也さんはその理由について次のように述べています。松本さんにお支払いできるギャラがうちにはないんですよ、最終回でいいんなら呼べるんですけどと弁明していました。しかし関係者は2人の間に微妙な距離感があるように思えると指摘しています。二宮和也さんと松本潤さんといえば過去には不仲説が報じられたことがありました。活動休止を発表していた嵐が全国ツアーを行っていた矢先に二宮和也さんが結婚を強行したことで松本潤さんが大激怒したといいます。ツアーではあからさまに松本潤さんが二宮和也さんから離れた場所にいたり目を合わさなかったりしていたそうで、 NHK 紅白歌合戦の会見でも微妙な空気が流れていました。そのためラジオで二宮和也さんが松本潤さんを突き放したような言い方をしたことで未だにしこりが残っているのではとファンがざわついているのだそうです。ジャニのチャンネルは二宮和也さんとカトゥーン、中丸雄一さん、平成ジャンプ山田涼介さん、セクシーゾーン菊池風磨さんの4人で開設され、登録者も250万人を突破と勢いに乗っています。松本潤さんも参加となればチャンネル登録者数は飛躍的に伸びることは確実ですが、それでも出演お断りとはよほど根が深いのではないかと邪推してしまいます。さて、2023年 NHK 大河ドラマどうする家康で主役に抜擢され注目を浴びている松本潤さん。そんな松本潤さんは2005年から女優の井上真央さんとの交際が報じられていました。破局が報じられたこともあるお二人ですが、ここに来て2024年に入籍するのではないかと噂されています。2024年に入籍すると噂される5つの理由について見ていきたいと思います。1つ目は大河ジンクスが当たるのではないかというものです。大河ドラマの放送前に役者が結婚するというジンクスが有名となっています。2021年に放送された青天を衝けに出演した草なぎ剛さんは2020年12月30日に一般女性との結婚を発表しました。遡ること2012年に放送の平清盛では主演を務めた松山ケンイチさんが2011年4月に女優の小雪さんと結婚を発表しました。大河ドラマは撮影期間が長く役者のプライベートな時間が少なくなると言われています。そして放送中にスキャンダルが出た場合は多大な迷惑がかかってしまうため放送前に結婚を発表することが多いようです。しかし松本潤さんが主演を務める「どうする家康」はすでに放送が始まっていますので、放送終了後の2024年に入籍するのではないかと予測されているのです。2つ目は年齢的にも適齢期なのではないかとする説です。松本潤さんは2023年現在で38歳、
井上真央さんは36歳です。お二人とも結婚適齢期にはぴったりな年齢です。また、共演したドラマ終了後の2005年から交際しているとすればすでに17年ほどの付き合いになります。いいところも悪いところも全て知った上で結婚するにはちょうどいいタイミングなのではないでしょうか。3つ目はタイミングが合えば結婚したのではないかというものです。2017年には TOKIO の国分太一さん、真矢美希さんが司会を務める情報番組ビビット9の月刊太一コーナーでは国分太一さんと松本潤さんのスペシャル対談が行われました。その対談の中では結婚についての内容にも触れていました。その中でタイミングがないとどうにもならないじゃないですかと答えていました。お互いにとても忙しい松本潤さんと井上真央さんですので、やはりタイミングを合わせることもなかなかに難しいということなのでしょう。タイミングさえ合えばいつでも結婚したいという気持ちが見える対談内容でした。4つ目は子供は2人欲しいと述べています。2016年5月14日に放送された王様のブランチでは松本潤さんが VTR 出演し、ドラマ 99.9 刑事専門弁護士で共演した俳優の片桐仁さんから結婚願望について質問されていました。松本潤さんはありますと回答した上で、結婚へのリミットはなくタイミングだとこのインタビューでも答えていました。松本潤さんの周りには子供を持つ知人が多いようで、自身が結婚した際に欲しい子供の人数については、自分も2人兄弟なので2人がいいなと発言しています。交際期間が長いお二人ですが、松本潤さんに結婚願望や子供が欲しい願望がないわけではないということがわかります。5つ目は結婚を匂わせていたとする説があります。結婚願望はある、タイミング次第だと発言している松本潤さんですが、最近は結婚の匂わせもしていたというのです。2022年10月に放送された風邪薬の CM の発表会を兼ねたインタビューで次のように発言しています。松本潤さんは最近軸にこだわった生活をしているとした上で、特に和物の動きや所作について参考していると述べていました。相撲ってこういう体の動かし方をしていたんだ、四股を踏む理由はこういうことだったんだと思いながら見ていますと、最近では相撲を所作の参考にしていることを明かしたのです。一見この発言のどこに匂わせがあるのかと思われるでしょうが、相撲というのがキーワードです。実は井上真央さんが大の相撲好きとして有名なのです。このことから井上真央さんの影響で一緒に相撲を見ていたのではないかと匂わせが噂となっていました。以上の5つの理由から松本潤さんと井上真央さんが2024年に入籍が確定ではないかと言われているようです。いかがだったでしょうか。今回は BBC のジャニーズ事務所に関する報道と松本潤さんの結婚について深掘りしてきました。ドラマ「花より団子」をリアルタイムで見ていたファンからすれば、いつこの2人は結婚するのだろうとやきもきしていたことと思います。今後このお二人が入籍されることを心から期待したいと思います。ここまで来れば、二人の結婚をとやかく言う人はいないと思われます。また、BBC の報道が日本の芸能界にどのようなハレーションを起こすのか、また、その報道内容について注視していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。